話そう。お元気ですか。いやー、こんな形で会えるとは。いや、ほんとそうですね。ねえ、クラフトバスです。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。いやいや、変顔祭りじゃないんですよ。ちょっとお話ししたいんです、僕。ちょっと久しぶりに。確かにそう。小沢さんの頭の後ろにあるのは、あの、ネイビーの洗濯板ですか。違います。カーテン。どうしてんの、家で。結局私はあのご飯作って、窓開けて掃除して、でキャンドル焚いて、こういい香りに包まれて行きたいなって思ってます。やってへんの。やってへんの。僕はあの姪っ子とずっと遊んでます。あ、そうなんや。一切僕に懐かないんですよ。ねえねえ、うん、ギャーですもん。怖い。二人ともまだ分かってへんのかな。ちょっと藤井さん見せてもらっていいですか。ねえねえねねねね、寝ないっすよ、それじゃ。ねね、いやいや、寝ないのよ。寝ないの。ねねねねね、誰が止めるんすか。藤井さん、誰が止めるんすか。だからこれ本当に、あれひどいわ、先生。昭和の女優さん、私のことただのお嬢様と思ってんでしょ。何よ、私だってこんなお酒飲めんですかね。見てください、ほら飲めた。ありがとうございます。藤井さんどうされてるんですか。なんかでもさ、やっぱり時間が本当にあるから、ありとあらゆることしてるけど、やたらご飯食べるようなと思うた。太りました。太った。4キロぐらい太ったと思う。あら、ゆりちゃんは一人暮らしやろ。はい、あの、そうやと思って、このしばらくみんなに会わへん間にちょっと痩せたって言ってもらいたいんで、今野菜中心に食べたり、あら、筋トレしたりしてます、家で。ちょっとだってね、痩せたもんね、今このパソコンで見てたら。嬉しい、分かってくださいます。分かる分かる、すっごい痩せてる。実はあの、8痩せたんです。え、 8?8 キロ8グラム。グラムかい。楽しいですね。楽しい、やっぱり楽しい。なんか一人でいること忘れますよね、こうやってみんなで楽しく喋ってたら、ね。あれは在宅中の辛いことは、僕らの仕事だけなのか分かんないですけど、やっぱ仕事が本当にないじゃないですか。ずっと休みじゃないですか。だからすっごい不安になるし。なるなる。やっぱり我々のお仕事って本当にあのすぐにお役に立てないじゃない。なんかいろんな方のお役にも立てないし、で、まあ、不要不急って言葉を使うならば不要ですよって言われちゃうお仕事やけど、はい、でもそんな中、なんかこうだから必要なんですよって言ってくださる方がいてくださったりすることがこう頑張れるからさ、今できることをねやっとくしかないなと思って過ごしてますよ。そうですね、うん。多分次仕事をさせてもらえるようになって、皆さん会った瞬間にもう絶対抱きしめてしまうと思います、みんなのこと。愛おしくてね。